ハロー、YouTube リングです。リングは今、上野に来てます。ザザザザ、こんな感じ。上野広場、後ろに見えるのがドンキです。今日はね、シノバスの池に行きたいので、これからシノバスの池に向かいたいと思います。実は後ろがドンキなんだけど、ドンキのところの信号、ここ、こっち、ここをまっすぐ行くとシノバスの池に着きます。ここ今、ここの人が曲がってたとこ、まっすぐ行くとシノバスの池に着くので、こっち行きたいと思います。これ向き変えよっか。あ、もうね、シノバスの池見えてるよ。ちょっと待って、向き変えるね。こんな感じ。あ、ここ業務スーパーあるんだね。ここは何？センチュリーホテル？うん？センチュリオンホテル？ビジネスホテルかな？よだれ？あ、日本酒キッチン。あ、飲み屋さんか。ここ業務スーパー、この辺、こっちはじ、ここね、通るの初めて。あ、ここはクラブとか、あの飲み屋さん街だね。ね、ここはね、あ、焼肉屋さんがあったりとか、路地。へえ、初めて。うわー、味噌屋さん？ここお味噌屋さんかしらね。え、あ、お味噌屋さんじゃなくて居酒屋さんだね。なんかポテトサラダって書いてあるもんね。焼肉屋さんとか。へえ、あと飲み屋さんがやっぱり多いのかな。ちょっと待ってね、こんな感じ。あ、パンダの絵が書いてある。かわいい居酒屋さん。お寿司屋さんもある。ほら、お寿司屋さん。ひで寿司？すごい。うわー、ここはこんな感じ。あ、正面が招き猫だ。ね、招き猫のとこ入ってきたところだね。ほら、これで、うわー、ペチニア綺麗。あ、見て。正面がね、もう真正面がね、シノバスの池なんだけど、今ね、この時期ね、ハス、リングね、ハスを見に来たのよ。あ、咲いてる。うわ、咲いてる。それで、ハスってなんか9時ぐらいまでなんですね、ピークが。あ、綺麗、すごい綺麗。なんてね、うわ、見える。こっち側が上野駅、それで真正面がシノバスの池、上野公園です。あー、綺麗。なんかね、いつもね、あの時期過ぎちゃって少ししか咲いてない時しか見れなかったりとかするので、今日は嬉しいな。すごい、もうこんだけ咲いてたら十分って感じ。すごい綺麗だよ、超綺麗。あー、信号部屋変わんないかな。じゃじゃじゃーん。こんな感じ。あ、変わった。じゃじゃじゃーん。うわー、綺麗。イエーイ。うわー、綺麗だわ。あ、これは美しいね。見て、いっぱい写真撮りに来てる人がいる。
あ、まずじゃあ手前側から撮ろうかな、リングも。向こう側も綺麗だけど、うわー綺麗、うわー綺麗、あー最高だわ、綺麗ですね、うわー最高、見てこれ、ほら、うわー最高、ちょっと待って、あ、どこ行った、どこ行った探すの大変、イエイ、うわー綺麗、ちゃ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 ーん、ハスの花はね、2、30センチぐらいの大きさがあって、それでね、一つの花に、20枚花びらがついてるんですって。すっごい大きいのよ。うわー綺麗、最高だね。ちょっと待って、これ一回、うわー美しいわ、これは綺麗、うわー綺麗、すごい綺麗だわ。じゃあもう一個前に行こっか、ちょっと待ってね、すごい綺麗、うわー嬉しいな、ちょっと待って、やったー、ちょっと待って、あ、こっちを下げればいいのか、こんな感じ、超絶綺麗です。今がね見ごろです。ぜひ皆さん、上野の忍ばずの池のハス見にいらしてください。超綺麗、最高、最高です、最高ね。じゃあちょっと待って、向き変えるわ、ほらこんな感じ、イエイ。ではちょっともう一個向こう側に、そこね通路があるのよ。あ、滝が流れてる、ほら滝、あ涼しげー、いいわね、すごい素敵、じゃ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 ーん、うわすごい、ここに足があって、うわーでかっ、鯉が悠々と、あすいません、すいません、声がね悠々と泳いでる、でーかー、見えるかな、見える、すごい素敵なんだけど、うわーこれはちょっと写真撮りたいな、あ、いやちょっと待って、後でゆっくり撮ろう、ごめんなさいね、このねアスもすごいでかい、見える、こうすればいいのか、あ逆か、あほらすごいでしょ、すごい大きいのよこれ、足、うわーすごい綺麗、あ、あすいません、あごめんなさい、ごめんなさい、すいません、うわー綺麗、見えるかな、うわー綺麗だわ、見えるかな、すごい綺麗、あれどっか行っちゃった、うわー美しいね、最高だねこれ、うわー綺麗、うわーすごいすごいすごい、ちょっと待ってね、これちょっと、うわー
眩しいな。あ、すいません。よいしょ。わー、綺麗。うおー、すごい。あ、あそこにさ、ほら、六角堂があるじゃない。うわうわ、これは素晴らしい。見えるかな、こんな感じ。あー、綺麗。これは綺麗だわ。ちょっと待ってね。うわー、綺麗。すごい、最高。これ素晴らしいな。うわー、熱い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 。なんかちょっと待って、素晴らしいです。こうだね。うわー、これは難しいな。すごい綺麗。あー、暑い。それにしても暑いな。うわー、すごい、素晴らしい。これ最高。うわー、暑っ。ちょっと日差しが強いな。うわー、すごい。こんな感じで最高です。これでちょっと待ってね、向き変えて、よいしょ。これで見えるかな。こんな感じ。イエイ。うわー、最高。ちょっと待ってね。
じゃじゃじゃん。ハロー、ユーチューリングです。あつ、見て見て、ここにね、あの、滝の噴水があって、涼しいです。後ろは、うちのバズの池の橋です。超絶綺麗です。最高。はい、ハロー、ユーチューリングです。見て見て、忍ばずの池の橋が超絶綺麗です。もう暑いのでね、ここのね、滝の噴水のところにちょっと今避難してきました。じゃ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 ん。そう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 、よくよく考えたらね。こんな感じで。すごいいっぱい咲いてるのよ。じゃ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 ーん。見えるかな。あ、小さくなっちゃった。はい、まあ、詳しくはね、他にもいっぱい動画やら写真やら撮ってあるので、そちらで見てくれると嬉しいです。じゃあね、最高。今日の錦糸町はこんな感じです。今は29度ぐらいなんですけど、今日は最高気温が33度までになりそうです。超絶暑いです。皆さんね、暑さ対策を忘れずに、夏バテしないように今日一日乗り切っていきましょう。じゃあね、塩分対策忘れなく、こまめな水分も忘れなく。じゃあね、バイバイ。はい。ハロー、YouTube、リングです。リングは今、見えるかな？じゃ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 ーん。はい、錦糸町駅前に来てまーす。今日の錦糸町はこんな感じです。めっちゃ暑いです。今ね、上野公園に行って、忍ばずの池行って、ハスを見てきました。もう最高だったよ。はい。それで今日はまだまだ他にも行くとこがあるんだけど、久しぶりにね、行く前に、喉乾いちゃったので、スタバに行こうかと思います。じゃ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 ーん。スタバ、スタバ。やってるかな？あ、やってるね。じゃ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 ーん。久しぶりのスタバ。どうしようかな、何にしよう。こんな感じでーす。ちょっと待ってね。あ、向こう側の入り口だったんだ。じゃ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 ーん。はい、スタバのユズストラスファッションティーです。今ね、スタバのテラスからです。こんな感じ。じゃじゃじゃーん。ユズストラスファッションティー見える？こんな感じで、あれ、あ、スタバのマーク見えないか。ちょっと待ってね。
これで見えるかな。あれ、あ、見えた、見えた、見えた。よし、じゃあこれ。イエーイ。はい。今日は錦糸町のテルミナ2のスタバに行ってます。乾杯。ユズストラスパッションティーです。今日はね、あれがすっごい綺麗だった。上野の忍ばすの池のハスの花、ピンクでね、ほら、乾杯。うん、あ、最高。うん、美味しい。これね、ハーブティーですって。はい、美味しいです。うんうん、酸味があって美味しい。じゃあね、パッションティーの、酸味があって美味しいです。甘酸っぱくて美味しい。うん、すっきりする。じゃあね。じゃ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 、ここはテルミナさんです。テルミナ2の。じゃじゃん。あ、ここ企業券です。じゃじゃん。あと森内さん。森内さんも美味しいよね。あ、あと根岸さん。根岸さんがあって、ツバメグリルがあって、あ、ニエさんがなくなっちゃったのだね。それで。スタバです。今スタバでね、パッションフルーツ、ほら買ってきました。それここスープストックさん、それここエフエルローさん、それでこっちが成城石井さん。あ、今リニューアル中で、そうです。お花屋さん、くだーん、ね、はい、あ、まだやってないのか。こんな感じです。ちょっと待ってね、重い。もう少しこうした方がいいか。こうする？ちょっと待ってね。こんな感じか。はい。これで一番のロータリーで。こんな感じ。今日はね、33度にまでなるそうです。はい、めちゃめちゃ暑いのでね、皆さん熱中症にならないように気をつけてね。イエイ。暑い。ロッテホテルです。ロッテホテルはね、コアラちゃんのお部屋があるそうですよ。コアラのマーチのお部屋があるそうです。暑い。暑い。
お茶買ってくる。お茶何があるかな。イエモン。じゃあイエモン買おうか。はい。じゃ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 ん。はーい。今日の錦糸町駅前はこんな感じです。今自販機でね。お茶買ってきた。はい。暑い。めっちゃいい天気でしょ。あれ10時になった。早いね。バスでね、のんびりあっちこっち行きまーす。あれ、もう行っちゃった？あ、あれどこ行きだろう。公園に行く前のお約束、もしよけミスった。はい、行きまーす。ね、ごめん。冷たい。ひんやりして、それで香りがすごくいいのでおすすめです。錦糸町から、買ってきた、ゆずパッションティー、アイスゆずパッションティーなんですけど、これに入れ替えたのね。それで途中ちょこちょこ飲んでるんだけど、結構ね、ほらいい感じでまだ氷が入ってんの、わかる？これゆずティー変更パッションティーです。はい、まだ氷が入ってて。乾杯。めっちゃうまい。爽やかですごい美味しい。で、氷がまだ入ってて美味しい。冷たくて、うん。なので途中ね、イエモンも買ったのね。イエモンで、ごめん、ゲップ出ちゃった。ごめんね。イーブンも冷たくて美味しい。このさ、100均のさ、保冷バッグミニ、すごいね、すごいね。1時間ぐらい経ってるけど、それでどうやって持ってきたかって言ったら、ギリギリまでこうやってやって、それで中、この中にあれでもらった、なんだっけ、スタバでもらったこうカップの操作、ペーパーでこう押さえるやつあるじゃん。それを中に入れて、それでお、閉まるね。閉まるので、こうギリギリのところまでこうやって、あー壊れてきた。ちょっと結構冷たいまま持ってくれるのでおすすめです。はい、少し空いてるけど、でも1時間以上は冷たいです。おすすめ。葛西臨海公園駅前にいます。ちゃ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 、暑い。
ちょっと待って。ではね、これからビーチに向かいます。葛西海浜公園に向かっていきたいと思います。今日はどうかな、ちょっと待って、お今こっち向き変えよっか。あれ、向き変えるのどうやんだっけ。あ、ここかか、こうだ。そうなんだ。あのツイキャスはさ、あのあれなのよね、iPad とさ、あれだとさ、Android だとさちょっとやり方が違うのよね。じゃーん、こんな感じです。今日もね、33度になるって。めっちゃ暑くなるらしいよ。うわでも最高。ほら、最高じゃないね。お天気良くて、じゃ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 ーん、見える？葛西臨海公園入り口。はいはい、葛西臨海公園バス停のとこで涼んでた。うわ、ひまわりの花がね、最初小さかったんだけどさ、だいぶね咲いてきて、すっごい可愛いの。ほら、最高。じゃじゃじゃん、こんな感じ。かわいいよね。ちょっと待って。これでちょっと一回止めるわ。じゃ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 ーん、ひまわりがさ、最初少ししか咲いてなかったんだけど、育ってきてね、結構大きくなってきてます。かわいい。じゃじゃん、かわいい。ほら、最高。かわいいよね。ちょっと待ってね。見える？イエイ、ちょっと眩しいね。ほら、いろいろさ、変えられるから面白いよね。じゃ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 ん。それで、ちょっと待ってね。30分でビーチまで着くかな。暑い。じゃじゃじゃーん、ほら、こんな感じで、すごい綺麗。かわいいよね。うわ、最高。ちょっと待ってね、ちょっとね、あれがさ、重いのよ。ほら、これ見える？ちょっとまた後でやるわ。それでじゃじゃじゃーん、はい。うわー、いい天気、もう最高。うわ、てか、ツイキャスごめんね、見えないな。ちゃんと映ってるかどうかさえもわかんない。じゃじゃじゃん、映ってる？大丈夫？今ね、持ち手を変えたんだけどさ、持ち方を変えたんだけど、よっしゃ、眩しくて。うわー、綺麗だなー、かわいい。もうね、アジサイも終わりだね。アジサイも終わり。
ひまわりに変わってきた。ほら、ちょ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 こんな感じで、暑い。うー、暑い。いやー、ひまわりかわいい。ほら、すごい。じゃじゃじゃん。今日はさ、平日の割には結構人が多いね。ほら、もう夏だもんね。やっぱ遊びに来てる人が多いんだろうね。それでほら、前はさ、水族館がさ、水曜日休みだったんだけど、あ、違う、月曜日休みだったんだけど、水曜日に変わったのよね。だから結構水族館に遊びに行ってる人とかも多いね。ほら、じゃじゃじゃーん。うわー、見て、あの時計のところのさ、花壇のひまわりも大きくなってさ、かわいい。じゃじゃーん、暑い。じゃん、じゃじゃん、じゃじゃじゃん。ほら、めっちゃかわいいよ。わー、こんな感じ、すごいかわいい。最高だね。よし、こないだね、そこにね、サワガニが来てたのよ。じゃじゃじゃーん、こんな感じ。それでほら、見て見て、あのシーライフパークの噴水、ナイアガラの滝みたいな噴水、あー気持ちよさそうね。滝が出てる。わー、かわいい。ほんと最高よね。じゃじゃじゃーん。ここのさ、カフェの、あのパークライフカフェもほら、ひまわりが植えてあってかわいい。めっちゃかわいいよね。やっぱ夏らしくていいよね、ひまわり。じゃーん。あとそこに、なんだっけ、ラベンダーとかも植えてあります。じゃん、イエーイ。うわー、混んでる、水族館。うわー、あ、見て見て、これ大きくなるさ、ひまわりプランターいっぱい植えてある。楽しみだね、これ大柄のタイプの。じゃ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 ーん、暑い。イエーイ。よっしゃ。あ、見て見て、こんな看板ができたんだ。ほら、あ、落ちた。ちょっと待ってね。いいね、インフォメーションの、インフォメーションの看板。地図も書いてあるよ。よっしゃ、じゃじゃーん。クリスタルビューム綺麗だね。ほら、じゃん、熱い。こんな感じ。わあ、最高だね。もう最高だよ、幸せ。ここのね、クリスタルビューのさ、あのアプローチのところ、入り口のところにさ、両脇にね、ひまわりのあのプランターが置いてあって、かわいいのよ、これまた。ほら、
すごい。かわいい。じゃじゃじゃん。じゃじゃん。あ、最高だね。ほんといい天気。暑い。じゃじゃん。最高。イエーイ。はい。こんな感じでーす。じゃじゃじゃんじゃん。暑い。あ、ちょっと手が疲れてきた。こんな感じでクリスタルビューのところからね、見たあの展望広場、あ、展望広場見て見て、芝生買ったんだね、これほらお手入れしてあるね、ほらこんな感じ、まあ、ちょっと伸びちゃうもんね、この時期。すごい。花壇ももうほとんど出来上がってきてるよね。おー、最高最高。おー、最高だね。ちょっと待って、じゃ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 ん。みんな見えるかな。イエイ。じゃじゃじゃん。こんな感じです。最高。イエーイ。よし、クリスタルビューの中は涼しそうだよね。それでちょっと待ってね、ちょっと喉乾いたから茶飲もうか。ちょっと待って、じゃん。熱い。じゃーん。見えるかな。見える？あっち。じゃじゃじゃん。家もんで乾杯乾杯。ちょっと待ってね。あ、ちょっと冷たい。ちょっと待って、開かない。あれ。乾杯、乾杯。うん、まあ、あれ、あれ、ちょっと待ってね。それとね、ちゃちゃん、まだ大丈夫かな。乾杯。ウスタバのシトラス、あれユズシトラスティーをユズパッションティーに変えてもらったの。これ綺麗でしょ、赤色。いただきます。うん、美味しい美味しい。甘酸っぱくてね、さっぱりしててめっちゃ美味しい。これおすすめ。最高。うまーい。じゃじゃじゃん。ほら。そうそうそう。ユズティーを、紅茶の方をね、パッションティーに変えてもらって。ハーブティーなんだって、パッションティー。このピンク色が綺麗だよね。爽やかで。
甘酸っぱくて美味しい。はあ、すっきりしてさ、いいよね。最高最高。ね。ということで、ちょっと待ってね。あれ、あれどっかに、なんだっけ、あれ落としちゃったみたい。さっきあったんだけどな、どこに落としたんだろう。ないな。あれ。あ、あった。ついてた。なんかね、取っ手がね、やばいのよ。取れてきちゃった。取っ手が取れてきちゃった。やばい。よっしゃ。さてと、じゃあ急ぐか。これさ、あ、エレベーターから下に降りれるんだっけ。じゃエレベーターで下に降りよう。じゃじゃじゃーん。あ、涼しい。あ、エレベーター来てる。ちょうど来てたエレベーター。さあ、地下。よっしゃ。ドアが閉まります。いえいえ、ちゃんと映ってるかな。大丈夫。地下1階です。ドアが閉まります。ドアオープニング。じゃじゃじゃーん。クリスタルカフェ。あ、そっか、ここの出口まで出れないんだっけ。じゃじゃーん。ちょっとクリスタルカフェのとこ通してもらいます。なんかね、そっち通れないんだって。じゃじゃーん。見てみて、クリスタルカフェめっちゃおしゃれです。超おしゃれでしょね。最高だよね。チュロスサンデーだって。なんだっけな、チョコ&ナッツミックスベリー&バナナっていうのがあるよ。ほら、美味しそうね。美味しそうです。じゃじゃじゃ。あ、ちょっと待って、これさ、ちょっと向き変えよっか。こんな感じ。うわ、熱い。ちゃ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 ーん。そこのね、バーベキューはね、要予約らしいよ。ちゃちゃーん。お花畑きれい。やっぱ最高だね。あ、水まきしてる、水まきしてる。最高。うわー、素敵。イエイ、いいね。うわー、ゲットレッドだ。水が欲しいやつはいるかー。じゃじゃじゃ、うわうわ、こっちにも来る。じゃじゃ、水が欲しいやつはいるかー。うわゲットレッド、ゲットレッド、イエイ。うおー、最高。ちょっと待ってね。はい、スプリンクラーでね、水まきしてます。いいね。ほら、こんな感じで。うわー、綺麗だな。最高です。あ、冷たい冷たい。
やーは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 なんだっけ、右手にはあらくれ者の彼、左手にはお宝、お宝彼、あ彼、お宝彼、お宝彼、お宝、さあどっち、お宝ほら最高よね、最高、イエーイ。気持ちいい、最高最高。宝のやつセリフ忘れちゃったのよ、ごめんねわーでも気持ちいい、うわゲットベッドだわ見てほら、毛糸のあの赤いお花はね、毛糸だよ、日草も咲いてる、うわーかわいい、ほらちょっと待って、あ、そっか、こっちだとわかんないのか、日草とかさ、ケイトウとかさ、ほら、いっぱい、ペチュニアとか、センニチコウとか、マリーゴールドとか、すごいかわいい。わー、すごーい。ほら、超かわいいよ。素敵。ありがとうございます。ペンタスもある。幸せ。ちゃちゃちゃーん。ね、夏の花だね。最高最高。イエーイ。はい、あともうちょっとで到着。ちょっと待ってね。はーい。あ、向こうの潮風広場も。足ばかり終わったんだね、潮風広場も足ばかりが終わってます、よいしょ、はい、こんな感じ、よいしょ、じゃじゃじゃーん、わー最高だわー、よし、暑い、それにしても暑い、あ、今日は結構ビーチに遊びに行ってる人多いね、はい、葛西渚橋でーす、よし、はい、こっからね、葛西海浜公園になりまーす、じゃじゃじゃーんおー、暑い、じゃん、向こう側だね、パーク側、じゃーん、こんな感じで、じゃじゃじゃーん、もうすぐ着くよ、暑い、でも気持ちいい、最高、なんかさ、本当にね、最高だよ、景色良くて、じゃあもういいお天気だし、じゃじゃじゃん、これは幸せだわ、よいしょ、じゃじゃん、じゃじゃじゃん、結構ね、沖の方引いてるね、
潮が引いてるので潮干狩りして遊ぶには最高だね。ちゃちゃちゃーん、学生さんもいる。じゃじゃん。暑い。わあ。無事到着。イエイイエイ。最高。着いたよ。イエイ。渡り鳥がいる。水際で鳥が遊んでる。わあ、到着。イエーイ。こんな感じ。うお、見える？ほら。あ、ヘリコプター来た。見えるかな？ヘリコプターかっこいい。イエーイ。映ってるかな？映った？あ、映ったね。もう最高。よし。こんな感じ。今日はビーチはこんな感じだね。はい、まだね、ほら夏休み前だから静か静か。じゃ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 ん。海開き自体がね、今週末かな、確か海開きになるそうです。イエイ、最高。間違えた。ほら見ていて、あれ、8月の風を抱きしめて、Fly with me Daddy、飛び立つの二人のサバンナ、イエThank you.
think so. Thank you.